いやでもこのところも結構木は生えるし、メモリーカード8ギガ動画撮るとねすごい少ないね。なあカメラに水こぼして、しかもメモリーカードの中まで水が入っちゃった時はどうしようかと思ったけど、意外に使えるもんだね。単純にあれグリグリって水出して乾かしただけなんだけどね。さすが中国製、至ってシンプルだわ。